ゲームロフトはフランスに本社を置くゲームソフト開発配信会社。UBI ソフト創業者の一人であるミシェルギウモが設立した会社で、現在はフランスの大手メディアコングロマリットであるビベンリの参加である。UBI との関係は深く、UBI 製ソフトの携帯電話機向け移植も行っており、逆にパッケージソフトに移植され、UBI ソフトから発売されることもある。 なお、ビベンディはかつて UBI ソフトの大株主でもあった。携帯電話ゲームメーカーとして世界80カ国以上に展開し、2007年第4、四半期には携帯電話ゲームで世界一の売上を達成した。iPod や家庭用ゲーム機向けのダウンロード販売にも進出している。代表作にはレースゲームのアスファルトシリーズ、ファーストパーソンシューティングゲームの モダンコンバットなどがある。2004年4月に日本法人のゲームルフト株式会社を設立。海外向けゲームの日本語化のほか2007年以降はブロックブレーカーでラックスをアレンジしたエッチなお姉さん崩しやマイアミナイツの舞台を東京に置き換えた東京シティナイツなど日本史上を考慮したローカライゼーション作品も登場している。2015年には 東京スタジオも開設され、同スタジオ開発のマグナメモリアがリリースされたが、ゲームルフト本体の業績不振の影響で、リリース直後にスタジオは閉鎖された。パッケージソフトは、任天堂 d s 版、アスファルトアーバン GT が台頭から発売されたが、2011年以降は、コナミデジタルエンタテインメントが、アスファルトシリーズの販売を行っている。 2019年5月17日に合同会社に組織変更することを明らかにした。2019年7月1日に社名をゲームルフト合同会社に変更した。ありがとうございます。